こんにちは。今日は皆さんにお話をすることができてとっても幸せです。実際にね、皆さんにお会いしながら、皆さんの声を聞きながら、本当はね、お話と歌を聞いてほしかったんですけれども、離れた場所からでも心はつながっていると思って、皆さんに精一杯届くように歌いたいと思います。よろしくお願いします。今日はですね、昨年この学校で講演された杉浦隆之さんとのご縁でここに来させてもらうことができました。ね、本当に嬉しく思っています。私は生まれた時から目が見えません。でもその目が見えないことをハンディと思ったことは一度もありません。それはお母さんをはじめたくさんの周りの人に支えてもらったからじゃないかなって思います。でも私はその目が見えないことによって悔しい思いをしたことはたくさんありました。私は3歳の頃から盲学校という同じように目の不自由な人たちが通う学校で生活をしてきました。でもその時はみんなが同じように目が見えないから自分がこれが普通なんだと思っていました。でもね、大きくなるにつれて母が周りの目が見える子と一緒に遊ばせてくれる機会が増えたことで自分が目が見えないんだ、それによってできないことがたくさんあるんだっていうことに気づくことがありました。例えばみんなと一緒にゲーム機で遊んだとき、みんなが画面を見ながら、おーとか、すごいとか、よっしゃーって言ってるのが、何が起きてるのかわからなかった。それで私はずっと一人ぼっちになってしまうんじゃないかって思って、とても心細くなったのを覚えています。でも、そんな時に優しく抱きしめて大丈夫だよって声をかけてくれたのは母でした。自分ができることをやっていけばいいんだよってその時に言ってくれたことが私にとってとても力強い言葉となりました。そっから自分のペースでいいんだ、自分がやりたいように目が見えなくても楽しくみんなと一緒に遊べるように、そしてみんなと同じことができるようにどんどん挑戦していこうって思うようになりました。そして小さなことから大きなことまで今まで周りの助けを借りながらたくさんのことに挑戦してきました。中でも大変だったのは箸を使ってご飯を食べること。何回も何回も失敗してようやく箸で掴んで物を食べられるようになった時には周りによく頑張ったねって褒めてもらえるのがとっても嬉しかった。それに私は色は見えなかったけど母がバナナは
黄色だよとか、自然は木は木の葉っぱは緑で、緑ってねとっても落ち着かせてくれる色なんだよっていうことを教えてくれました。そして自分の世界がどん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 広がっていきました。どんなにつまずいたことがあっても、周りがありのままの私を抱きしめてくれたことで、のびのびといろんなことに挑戦することができたんだなっていうふうに思います。そのありのままでいいんだっていう気持ちを、一人でもたくさんの人に歌で伝えていきたいと思って作った曲があります。聴いてください。自然
自然という曲聴いていただきました。私にとって目が見えなくても一番こう自分がね輝いてるなって思う瞬間は歌を歌っている時でした。3歳ぐらいから歌うことが大好きで、4歳でピアノを習い始めた時には、楽器で音を鳴らせるってこんなに楽しいことなんだって思いました。でもそのピアノを習い始めたきっかけっていうのは、母が音楽を私に習わせたいって思ったわけじゃなくて、目が見えないと点字っていうのをね使っていかなきゃいけないんですけど、その点字を打つ機械が指の力をとっても使うんですね。だからリハビリのつもりでピアノを習おうってしていたんですけど、ポロンポロンって弾いてみたら、あ、この音とこの音を弾いたらとっても明るい音になるんだとか、これを組み合わせたらちょっと悲しいメロディーになるんだなとか、そういうのを知っていくたびに、音楽って面白いな、そんな風に思うようになりました。その時はただ歌っていることが楽しいっていうだけで歌を歌っていました。でも私は小学校5年生ぐらいから人前で歌うようになりました。それは先ほどもお話しした杉浦貴之さんとの出会いがきっかけでした。杉浦さんの歌を聴いて、みんなに自分の伝えたいことを言葉にして伝えるってこんなに楽しいことなんだ、自分の歌をみんなに聴いてもらえるってとっても自分自身も相手もハッピーになるんだって思いました。私は人に支えてもらわなければいけないことがたくさんあるので、それによってたくさんの人と出会って、そしてもっとこんなことも自分でできたらいいのにって思ったこともたくさんありました。その一つが歩行訓練というものでした。皆さんは街中で白杖を持った人を見かけたことはありますか？私も学校の授業で白杖を持って一人で近くのコンビニエンスストアまで行ってごらんって先生に言われて、道順を一生懸命覚えてそこまで行こうと、そしてゆくゆくは一人で歩けるようになろうと努力をしたことがありました。でも私たちにとって知らない場所から一歩外に出るということはとっても勇気がいるんですよね。だからどこから車が来るのか、ちょっとした音にもビビっていた時がありました。そして私は頭の中で地図を描くことが苦手なんだなっていうことに、練習をしていくたびに気づかされたんですね。その時にできれば一人で歩けるようになりたいのに、なんで自分にはできないんだろうって悩んだ時もありました。でもステージでこうやって歌うようになって、
たくさんの人が手引きをしてくれたり、握手をして声かけてくれたりとか、そこでぬくもりをたくさん感じることによって、そうか、私は大好きな歌でみんなに支えてもらっている恩を返していけたらいいのかなって思うようになりました。皆さんもね、苦手なことってきっとあると思うんです。それを克服するように努力した方がいいこともたくさんありますが、私たちは一人で生きているわけじゃないから、それよりも周りの人とのご縁を大切にして、できない時には手伝ってください、お願いしますって言える力が必要なのかなって私は思います。私が歌を通して出会った人たちはとっても明るくて優しい人たちばかりでした。そして今思い返すと、皆さんと同じ中学校時代に出会った先生たちもみんな私のことを第二のお父さんお母さんのようにあったかく育ててくれました。そして中学校2年生から寄宿舎に入った時には、寄宿舎っていうのはね、学校の中にこう併設されてる宿泊ができる、ところなんですけど、そこでこうみんなと一緒に共同生活するんです。そうするとね、その寄宿舎の先生たちが寄宿舎に帰るとおかえりって言ってくれて、そこが月から金曜日までなので、土曜日に家に帰るときには行ってらっしゃいって送り届けてくれた。そうやって周りに支えてくれる人がいることに感謝をしながら、私はここまで育ってくることができたんじゃないかなって思います。でもそれは私をここまで産み育ててくれて、そしてステージで歌を歌いたいって私の思いを精一杯受け止めてくれて、どんな時もそばで見守っていてくれるお母さんのおかげかなって思います。多分皆さんはね、多感な時期なので、お母さんとかお父さん、家族に照れくさくて自分の思いを伝えられないっていう時もあるんじゃないかなって思います。私でも家族、友達にいてくれることが、当たり前って思っていたわけじゃないつもりでいても、甘えてしまってぶつかり合った時もありました。でもそれでも受け止めてくれて、今まで育ててくれたお母さんへ感謝の気持ちを込めて作った曲があります。マザーチーク、聴いてください。1年の時のこと、わかな、国語の教科書入れた？ハンカチ持った？靴下履いた？
ランドセルは玄関に持って行ってあるの？私にそう言っていたのに、車に乗ってあなたは、あ、携帯忘れてきちゃった。いつも自分が忘れてたよね。ママピコ覚えていますか？東山動物園に行ったこと。私は自分のがおいしくて、ママのも食べてみた。わ、辛っ！なんだこれ。一味唐辛子が入っててとっても辛かったけど、全部食べちゃった。本当は知ってるよ、一人泣いた日もあったんだよね。それでも雲のように私を包んでくれた。二人で一つなんだから。
がとうございます。私は歌を歌う中でたくさんの人に出会って、杉浦さんが出会いから出会いをつないでくれて、ホノルルマラソンにがんの人や義足の人が最後まで諦めずにゴールを目指して走ったり歩いたりしているところをたくさん見させてもらいました。私はそこで自分にももしかしたらできるかもしれない、一人で歩けなくてもたくさんの人が一緒に手をつないで楽しく歩けたらそれが私の夢だってその時思いました。それが小学5年生の時、ホノルルマラソンは12月なんですけれども、それを知ったのが9月ぐらいだったかなって思うんですね。そこですぐに母に言いました。私ホノルルマラソンに出場したい。そしたら、ごめんね、もう時間がないからまた来年にしようかって言われたんです。そして私は次の年にまた杉浦さんとライブをさせてもらう機会があり、そこで杉浦さんに私はホノルルマラソンに出ます宣言しちゃったんですね。しかも300人ぐらいいる舞台で。そしたら母はもう断りきれなくなっちゃって、その後、若菜ちゃんのお母さんホノルル行き頑張ってねなんて応援されて困ったっていう話を後から教えてくれました。でもホノルルマラソンに出場して途中で足が痛くなって、それでも一歩一歩みんなの支えを借りながら前に進んだ、その経験があったからこそ見えたゴールがありました。その時自分で決めて挑戦をする、何があっても最後の決断は自分なんだっていうことに気づいて、それと同時に支えてくれたみんなへの感謝、そして人は心の中で輪っかがあって、その輪っかがぐるぐるつながっていくんだなっていうことに気づきました。皆さんに最後に私の大好きな岡崎盲学校の校訓を送ります。努力は自信を生み、感謝は和をもたらし、誠実は共に生きる道を開く、これが私の座右の銘です。中学生からこう先は皆さん進路に向かって進んでいく時期だと思いますし、辛いこともたくさんあると思います。でも皆さんが自分のやりたいことを口に出して、そして周りの人に誠実に生きていれば、きっと誰かが助けてくれるはずです。皆さんにそんな風にこう笑顔でこれからも頑張ってほしいなって思います。それではね、これで最後の曲となってしまうんですけれども、今日はなんとクリスマスですね。今年は大変なこともたくさんありましたが、皆さんにこれからも幸せなことがたくさんありますようにと願いながら、ささやかではありますが私からアメージンググレイスで最後に皆さんにクリスマスプレゼントを贈らせてもらえたらと思います。それでは弾き語りでお届けします。聴いてください。アーメン。
was blind, but now I see. 優しい愛の手のひらで知らずに生きて